関東庁は、関東州を統治していた関東都督府が1919 19年に改組され、関東軍と共に成立した期間。1919年、大正8年直令94号、関東庁管制により設置。関東都督府の軍事部門が、関東軍として分離したことにより、民政部門を司る機関として設けられた。本部は両順。関東州の統治。 南満州鉄道付属地の治安維持、南満州鉄道の業務への監督を行い、軍事的な権限は持っていなかった。設置当初、関東長官は総理大臣の監督を受けることとされたが、1929年の卓務省設置以降は、卓務省の監督下に置かれた。1934年、満州受験後の財務機構改革の中で、関東庁は廃止となり、 在満州国大使館関東局と関東州庁に再編された。関東庁の長であり、新任官関東都督には武官がついていたが、関東長官は武官である必要はなかった。発足より文官が長官を務めていたが、満州事変発生後の1932年8月からは、武官が任命されるようになった。直任官関東都督府において、 武漢の関東都督を補佐していた文官の民政長官職を引き継ぐ形で設置。関東庁発足当初は民政部長を兼務したが、1921年6月に民政部が廃止されるとともに民政部長との兼任も廃止となる。以後は関東長官の補佐、長務の統括、各部局事務の監督を行ったが、1924年12月に廃止。 事務総長廃止後は、関東長官が部局を直接統括した。ありがとうございます。